お疲れ様です。ポイ活の攻略の方法なんですけども、大体挫折する人って2種類に分かれます。一つは飽きっぽい人、とりあえずはやるんだけども、あ、これだったらいつでも稼げるやって言って次の瞬間からやらなくなる人ね。私の場合はセルフバックでそうなるんじゃないかなっていうふうなことをすごく感じたんで、私はですね、毎月10万という目標を立ててやり続けたんですよ。そうすると10万円見つけるまでいろんなのがね、こう見つかるんですよね。そして人にも聞くようになります。セルフバックやった人に何狙ってるみたいな感じでね。だから飽きっぽい人ってのは、これはもう本来の性格なんで多分ね変わんないんですよね、きっとね。で、もう一つの挫折の方法ですけども、飽きっぽくはないんだけども、とりあえず取り組んでみたら承認が下りなかったことによってへこんでしまう人ね。あ、結局ダメじゃんみたいな感じです。いや、結局ダメなんじゃないんですよ。やっぱ承認が下りないやつもあるんですよ。実際に5000円とか1万円もらえると思って面倒くさい手続きをいろいろやってみた結果、ポイントが承認されませんでした。それもね、一定の確率であるんですよ。で、私の場合は最初セルフバックに対して 20% から 30% の承認率っていう風に確認しながら進めたんですよ。ですので必要以上にたくさんの案件をやることに迫られましたね。その後で確率の高いやつっていうのが見つかるんですよ。例えば A っていう案件、 B っていう案件、 C っていう案件があった時に、A は金額は低いけども承認率が 95% くらいだなって測れたりね。で、そういうのをいっぱいこうコミュニケーションしているサイトもあったりしたんですよ。で、次はですね、まあまあ金額は3000とか5000なんだけども、半分くらいの人はなんだかんだで落ちるよみたいなね。要するに報酬がゼロになるってことです。まあ、その場合は実際にやる量をちょっと増やすしかないかなっていうのと、最初からあんまり期待しないことですよね。で、3つ目は金額高いんだけども難癖つけられて結局承認が下りないやつね。これはね、3年前にね、au 光の時に体験しました。私の場合は全報酬もらったんですけども、その報酬のもらい方がめちゃくちゃめんどくさいんですよ。例えば au 光で契約するじゃないですか。で、キャッシュバック、11万円が合計なんですけども、それが細切れにね、3万5万3万みたいな感じで渡されるんですよ。しかも最初の3万は半年後に申し込んでくださいと。そうすると半年後に申し込むのをほとんどの人が忘れてるんで、キャッシュバックがもらえずに終わるんですよね。で、2回目の報酬ってのは、なんとね、10ヶ月後に申し込んでください。しかも1回目に申し込んだ人だけが有効みたいな感じなんですよ。で、そうなると、ほとんどの人が忘れていて、しかも1回目をやってないから2回目以降がもうね、無効になってるからもういいやって感じになって、結局、報酬のない形で au 光を契約させられたんだろうなっていうふうに思うんですよ。それでもうね、打ちのめされて辞めちゃう人がいるんですよ。でも私の場合は一つ一つ動画にして、めんどくさい手続き、カレンダーに何月何日にこの申し込みをするんだっていうことをやったりとかね。実際申し込む会社ってのは辺境の地にあって、 Google マップで調べると本当に普通の一軒家なんですよ。普通の一軒家になんとかかんとか株式会社っていう風なね、屋号だけついてるんですよ。で、馬鹿正直にそこに電話して確認していろいろね、手続きしましたよ。で、他のサイトとかでもそういった一軒家が実は代行会社になってるみたいな、暴露してるね、サイトがあって、実際申し込んだらキャッシュバックは行われるんですけども、実際係員の人にね、よくここまでやってますねって、絶対私11万円欲しいですからねって言ってね、すごく面白いコミュニケーションがありました。で、結局1年がかりで全報酬11万円をゲットしたんですけども、私思いますけども、ほとんどの人はこの11万円もらえずに、最初の広告でね、11万円キャッシュバックに載せられて申し込むんだけども、結局は何ももらえないまんま、ただ乗り換えをしただけみたいなことになってるんじゃないかなと思いますよね。というふうなね、まあ、ビッグモーターじゃないけども暴露になっております。お疲れ様です。